ストップ。オルガン、パイプオルガンにおけるストップとは、オルガンの音色選択機構であり、これによって、ピッチや音色の異なる複数のパイプ列から発音するパイプ列を選択する。しかし、操作部分だけでなく、それによって選択される音色やパイプ列そのものも、ストップと呼ぶことがあるため、一般的な感覚からはやや理解しにくい故障である。通常の状態では、 オルガンの風箱からパイプへの空気の流入は、パイプ列ごとに、スライダーによって阻止された状態になっている。この状態では、鍵盤を操作して、パレットを開放しても音は出ない。ストップ操作部により、スライダーを動かして、スライダーに開けられた穴と、パイプとの接続部の位置を一致させると、空気の経路が確保され、パイプ列が発音可能となる。 複数のストップを同時に作動させることによって音色を合成することができ単体のストップ音色にはない音色を多彩に生み出すことができる特に異なるピッチのパイプを同時に鳴らすことによる倍音構造の合成が重要であるまたストップの違いによって音色の変化をもたらすだけでなく鍵に対する発音口を変えて限られた鍵盤の鍵数よりも広い音域を網羅する こともできる英語においては、オルガンストップ、ドイツ語では、レジスター、イタリア語では、ラストロー、フランスでは、ジューディー・オーグと呼ぶ。これを操作することにより、各種一連のパイプ列へ送風を供給するのを、射したり、それを解除したりするものであるため、再兵器の意味で、ストップと呼ぶようになった。日本においては、これによって封じに線をして、 送風の供給を止めることから、音線とも訳されている。伝統的な引き出し式のノブによるもので、正統派のパイプオルガンにおいて、最も採用されているものである。ある、ストップの音を鳴らすときはノブを引き出し、鳴らさない場合には奥に押し込む。先端の中に仕込まれている電球が点灯して、境界などの暗闇でも、目視確認がしやすいようになっているものもある。 昨今の新しいパイプオルガンにおいては、コンビネーションを使用した切り替えによっても、実際にドローノブが自動で出入りすることにより、ストップの使用状況が目視確認ができるようになっているものもある。それは、トゥッティーボタンやキャンセルボタンを押した時や、クレッシェンドペダルを踏んだ時においても、同様のことがことる。電子オルガンに採用されることは、コストの面から敬遠されている。 境界向けを意識した電子オルガンには、視覚的な効果から、ドローノブが装備されているものの、そのほとんどは、プラスチック製であり、バネと電球等を使用した簡易的なものであって、コンビネーションを切り替えてもドローノブが自動で、出入りすることがないのが普通である、バイカウント、カンティックスシリーズ、コンテント、パストラールシリーズ。アーレン社の電子オルガンでは、ドローノブは、木製で、 コンビネーションを切り替えると実際に出入りする。一般的には、幾分、斜め向きに設置されており、上部と下部とを指で押すことによって入り、切れが切り替わるが、その際にタブレットの奥に仕込まれている電球が点灯して、プラスチック製タブレットそのものが光ったり、LED がついていることによって、境界などの暗闇でも目視確認がしやすいようになっていることが多い。 斜めに突き出て並んでいる絶乗スイッチの下部を指で下げたり上げたりすることによって入り、切れが切り替わるものである。上部などに LED がついていることによって、境界などの暗闇でも目視確認がしやすいようになっていることもある。一度指で押すと入りになり、もう一度押すと切になるようにできている。目視確認のため、電球や LED により点灯する。 手元ボタン、足ピストン、フルー管、A、フラパイプは、エアリードにより発音する管群である。発音原理的にはリコーダーに等しい。オルガンのパイプの主流を占める。フルー管は、パイプの末端が開かれているか閉じているかによって、開管と閉管に分けられる。開管に対して、閉管では、奇数時高調波の多い音質となり、同ピッチを得るためのパイプ長はの、の1。 となる両者の中間的な性質を持つ半平管パイプもある狭いスケールパイプの太さのパイプは倍音が強くなり弦楽器的な音質となる逆に広いスケールのパイプは倍音が少なく順音に近くなるスペース節約のために直角曲げを施したパイプもあり曲げても総パイプ調の音が出るリード管 A リードパイプは リードにより発音する感群である。クラリネットやサクソフォンなどと同様の発音原理による。底穴から風が入ると真鍮性のリードが振動して発音する。共鳴管は音響インピーダンスを整合し、放射効率を高めるとともに倍音を整える。塩水系の共鳴管は完全な倍音列を強調し、円筒系の共鳴管は奇数次の倍音を強調する。 リード管のピッチは、共鳴管の長さとリードの長さ、質量、合成によって決定される。条件が同じであればより長いリードはより低いピッチを与える。固有振動数に基づいた共鳴管の長さは、円錐形の場合はおおむね快感フルー管の長さに相当し、円筒形の場合は平感フルー管の長さに相当するが、音質上の理由などからそれに従わない。 長さ作る場合もある。レガール類のリード感はピッチに対して非常に短い共鳴感を持つ。19世紀には通常の2倍や4倍の長さの共鳴感を持つリード感も作られた。リードオルガンやアコーディオン、ハーモニカなどと同様なフリーリードによるものもわずかに使用される。リード感とは異なり、発音原理的には金管楽器。 トランペットやトロンボーン等に似ている。皮を張った弁が、振動弦、共鳴管で調律する。低音用の特殊な管でロバート・ホープ・ジョーンズが発明した。金属製、主に鉛と鈴の合金が使用される。鈴の含有量が多いほど明るく鋭い響きとなる。鈴が50%前後のものは反転模様が現れる。バロック時代までの歴史的オルガンでは、 ほぼ純粋な鉛を炭造処理して使用しているものが多い。オルガン前面のフロントパイプには外観の美しさから純粋な鈴のパイプが使われることある。他に銅、亜鉛、真鍮などが使われることもある。木製、主に古い管で角つ姿の木管が用いられる。竹製、世界で唯一、フィリピンラスピニャスのにあるに用いられている。 1031本あるパイプのうち902本が竹製。複数のストップを混合させて音色を作り出す方法は大きく分けて2つの面から見ることができる。一つは異なった音色の混合によって生み出されるものであり、そしてもう一つは異なった音高の混合によって生み出されるものである。この校舎のものは音色の特徴としての倍音構成を 複数の音向のパイプ群を組み合わせることで人工的に作りすものであり、ストップを使用する上で特に重要な概念である。一般にオルガンのストップ名には数字が添えられているが、これはフィート率によるストップの基準音向の表記である。一般的には数字の横にが添えられ、ヤードポンド法における長さの単位としてのフィートイカフィートはプライムで、 表記を意味する。オルガンにおいて、鍵盤通りの音向が発音される、ストップ、すなわち、気音、寄附音と、実音とが一致するストップは8である。これは一般に、鍵盤の左端の鍵は、音記号における下第2線の C 音となるが、この音を出すために必要な通常の快感のパイプ長がおおよそ8であることに由来する。オルガンのストップにおける、 基準音高のフィート率表記は、この鍵盤の最低音のパイプの長さを表記することによっている。したがって、ストップのすべての音のパイプ長が8という意味では、決してない。1フィートイコール0.3048メートルであるため、8イコール2.4384メートルとなる。気温の1オクターブ上の音高で発音するストップは、8の2分の1倍長で4であり、 気温の2オクターブ上の音高で発音するストップは、8の2にイコール4分の1倍長の2となる。また逆に、気温の1オクターブ下の音高で発音するストップは、8の2倍長で16、気温の2オクターブ下の音高で発音するストップは、8の2にイコール4倍長の32となる。実際のパイプにおいては、音高に対して様々なパイプ調が取られており、例えば、 閉管の場合に要求されるパイプ長は同じ音向の円筒開管の1、2の長さであり、リード管の音向は共鳴管の長さだけでは決定されない。しかし、フィート率表記では実際のパイプの長さに関わらず、基準音向に対応する円筒開管のパイプ長によって表記する。気温、鍵盤に対して、オクターブ間隔以外の音程のストップもあり、 ミューテーションストップと呼ばれる。5度音程系のものが最も一般的で、ついで長三3度音程系が使用されるが、それ以外のものは、標準的にどのオルガンにおいても装備されているものではなく、個性的な使用となる。ミューテーションストップは、基本的に単体で使用することはないが、稀に単体のミューテーションストップを、胃腸楽器のように用いることもある。上手の中で、 特に低い5度音程系のストップは標準的なものではなく一般にサ音効果を生み出すためのものである。例えば低音域のパイプを完全5度の音程関係で日本同時に鳴らすと低い方のパイプよりも1オクターブ下の音が聞こえる。このサ音の特性を利用した5度音程系のストップは19世紀のシンフォニック様式のオルガンで流行し設置場所に十分な 高さを必要とする長大な低温パイプに対して設置スペースを節約するための一つの解消法ともなっている。例えば32ストップが設置する空間が確保できないような場合、16223を同時に鳴らすことで32の低温を疑似的に得ることができる。ピッチの異なる複数列のパイプを束ねたものであり、 複数のストップを同時に加えたのと同様の効果が得られる。通常、何列のパイプが装備されたものかをローマ数字にて併記される。その際、列を意味する次の覚悟、独語、ファク、仏語、ラン、英語、ランク、イ語、フィラによって呼ばれる。ミクスチャーは複数の高いピッチのフルーカンのパイプ列からなる複合ストップである。ミクスチャーという語は、 シンブル、シャーフ、フォーニッチャー、リピエノなどの同種の複合ストップを包括的に使用語としても使われる。ミクスチャーは工事の倍音群を付加することで輝かしい音色をもたらす。一般にオクターブ系と五ドン定系のパイプ列からなるが、サンドン定系を含む場合もある。イタリアのオルガンでは複合ストップではなく、角列がそれぞれ独立したストップとして存在しており、 奏者自身が組み合わせて使用する。ミクスチャーは非常に高いピッチのパイプからなるため、製作上の限界から一般にミクスチャーを構成する各パイプ列を音域内の適当な段階で低いピッチに折り返すこと、ブレークが割れる。ミクスチャーは中性のオルガンのストップ機構を持たず不可分で常に同時に鳴らされたパイプ群、ブロックベルクから、 ストップによって低いピッチのパイプ列が分割されたとき、残りの高いピッチのパイプ列がまとめられたものに由来する。セスキュールターは2から2、3と1から3、5の2列のフルーカンからなる複合ストップである。気温のストップにリード的な音色を付加する。コルネットは8、4、2から2、3、2、1から3、5のフルーカンからなる複合ストップである。 リード的な音色を持ち、ソロで用いるほか、リードストップの高音域を補うことにも用いられる。8や4は省略されることもある。通常、音域は鍵盤の右半分のみである。一般に大規模なオルガンでは、パイプ群は、それぞれが独立した小オルガンとも言えるディビジョンに組織される。各ディビジョンごとに鍵盤が設けられ、それによって、音色や、 音量の対比が可能となる。ディビジョンの分け方や内容は様々であるが以下に例を挙げる。グレートオルガン、A、グランドオーグ、フッツ、ハウトワーク、ドク、三段で鍵盤の場合、一般的には中段に割り当てられる。それ以上の数の手鍵盤がある場合には、三段よりも上に追加されるため、下から二番目が主鍵盤となる。ただし、 フランス式の三段で鍵盤では、最下段が主鍵盤とされる傾向がある。主オルガンよりも小型で、しばしば演奏台の背後に設置される。スウェルシャッターによる強弱表現が可能なディビジョン。もともと、スウェルシャッターは、このディビジョン特有の仕様であったが、19世紀以降のオルガンの中には、他のディビジョンにも個別のスウェルシャッターが設置されて、 独立して強弱が表現できるという設計のものも見られる。足鍵盤用のディビジョンは特に北ドイツのオルガンで充実しているが、その他の地域の様式では他のディビジョンに比べ簡素であったり、あるいは独立したディビジョンを持たな場合もある。カプラーを用いることによって、あるディビジョンのストップを他のディビジョンの鍵盤からも使用することができる。 音を震わせるビブラートの効果を発生させるものである。大きく分けて以下の2種によるものが存在する。送風の変動によって音の強弱を発生させる。振動速度は共通していないが、例えば1分間に120回ほどの振動を発生させたりする。一般的には振動速度は固定されているが、現代では操者の操作によって速さを変えられる。 可変式のトレムラントもある。電気装置のない時代から存在したが、振動速度が均一なため、機械的に聞こえてしまうという端緒がある。わずかに調律を違えたパイプを同時に鳴らすことによって、発生するうなりの作用を利用した効果を持つストップ。特定のストップと同時に用いることによって、ビブラート効果が得られる。楽器全体に共通するピッチよりも、 わずかに高く、あるいは低く調律するが、そのズレが5から6ヘルツの範囲にある時によく耳に認識され、これを離れると干渉によるうなりは認識されなくなる。ピッチのズレの程度によって、うなりの周期が決まるという性質を使用して、同じ楽器中にある数種の点を落とすトップごとに周期を違えたり、一つの点を落とすトップの音域によって周期に変をもたらすなどの設計も可能である。 セレスト、あるいは、シュベイ文句とも呼ばれ、ロマンティックオルガン時代に発展した。イタリアでは、ルネサンス時代にすでにこの種のストップは知られていた。他の体になるストップと同時に使用するが、その選択を間違えると響きの良さは、現れず、単独で使用するストップではない。これら点音ストップは、ビブラート効果を求めていない時には混合すべきでは、なく、トゥッティの際にも含めない。 単独では用いられず、他のタイになるストップと併用しなければならないなど、この種のストップ仕様には注意がいる。また演奏台では雇用防止のため、ストップの並びを工夫し、種ストップとしてではなく、補助ストップ列などに、あるいはタイになるストップの横に並べるなどの配慮が求められる。ほぼ同一種のストップでも、地域により名称が異なる場合が多い。 例えば最も基本的な重要なスケールの円筒会館不流管のストップは地域により以下のように呼ばれる。また逆に同一名称のストップであっても地域や時代あるいは政作家によって内容が異なることがある。一般にオルガンの使用書はそのオルガンの持つ全ストップをまとめた一覧表を載せている。各言語において以下のように呼ばれる。A ストップリストストップ、リスト、スペシフィケーションドック、ディスポジション普通、コンポジション、ディスポジションに、ディスパザツヨネ、コンピシツヨネ。ストップ名は、鍵盤ごとに、フルーン、複合感、リード感に分けて、それぞれピッチの低い順に並べられる。また使用書には、楽器に装備されているカプラーの種類や、飛行方式、鍵盤数、足ペダルの種類と、数、スウェルペダル。 クレッシェンドペダル、コンビネーションメモリの保存セット数なども書かれる。ストップ名の付け方は様々であるが、以下に例を挙げる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。